でも海鮮を待ちに待つってなかなかないよね。うん、まあそうね。肉派？最近魚かな。うん、確かに。でもね、焼肉食べたい。てかステーキが食べたい。焼肉よりも肉食べるならステーキがいいなって思った。なんか焼肉はね、まあ絶対ね、タンが一番好きだけど、うん、カルビが好きだったの。うん、その2番目に、うん。でもカルビがもう食べれない。うん、あ、私もカルビ無理。ハラミ？ハラミ、ハラミのがさ、うん、なんか血を感じて美味しい、ね。うんうん、ちょっと血は感じない。血の味しない、あれ。しないよ。嘘、なんか焼いてないよ。もっと焼きなよ。焼いてるよ、結構焼く。コトコの焼肉見たことある？ない。コトコの焼肉すごいよ。何？もうなんかちょっと焦げ目つくぐらいで焼きすぎちゃうじゃん。焼きすぎたーってなるけど、もうコトコ真っ黒。なんか食べれない、あの人好き嫌い多いじゃん。ねえの子さ、なんかもうずっと待って、3年前ぐらいのみんなで焼肉食べに行った時に、うん、男がもうみんながもう6枚目食べてるのに、うんうん、ずっと自分の1枚目ずっとなんか見繰り返して焼いてるから、うんうん、みんなそれ食べるのって言ったら、うん、そう、ここまで焼かないと食べれないって言ってたから、もう真っ黒でもう、ね、ゲームのコントローラーぐらい食ってる。黒すぎる。コトコ面白いよね。コトコめっちゃ面白いよね。最近そうだよ。すごい面白い、うん。楽しかったよね、グラム。うん。ひなこ誰と同じ部屋だったでしょ。まいちゃん。正解。知ってるもん。まいちゃんはね、うん、なんか面白かったよ。え、そうなの。そう、なんかね、毎日を夜になると、うん、3日間ぐらいいったっけ、うん、なんかキャリーケースの中にその日に収穫した食べ物をきれいに詰めていくの。端、うん、から。へえ、食べるね。ポテトチップスのなんかちっちゃいやつとかもなんかすっごい持ってたよ。そうなの。ほんとここだけの話だけどさ、袋盗んだもん。いやでも買ったんじゃない、もらってたんだよ、うんうんうん、毎日もなんかみんなで食べようみたいな、ね、みんなで食べようみたいな、置いてあるやつをいっぱい回収してたから、サワークリーム味のやつ、あー覚えてる覚えてる、でも気づかなかった。気づかれたら言おうと思ってたよ。だから気づくまでは食べないと思ってたけど、結局日本で持って帰ってきて、気づかなかった。いけるよね。まあまあもう時効だよね。本当お菓子の罪って結構高いよ。うん、え、そうで、だってまいちゃんね、そのあのラリンさんの卒校の時にの、うん、間違えて飲んじゃったあのキノコ豆乳の話、うん、未だに引きずられてるもん。待って、ちょっと飲んじゃったやつ、そう、私が悪いんだけど、そう、じゃあまだ言ってくれ、ま、卒業前に買って返しときな。いや、もう2本買って返した。2本も返すの。めっちゃ結構覚えてるもんね、そういう昔の話、うんうん、あっという間だね、でも卒業するってなってから、うん、どうしよう、ね、なんかもう現場にいないいおりの、うん、なんか存在のあれにもどうしたらいいか分からない。なんかこうずっとこうなんか別にそこのでかいさ部屋でみんなで朝方お仕事するとかもさ、うん、なんかいおりいないからさ、うん、なんかずっとこうお茶持ってずっと、うん、あれどうしようと思って、遠くからジュナとかカニが、うんうん、あれひなこなんだっけみたいな感じで話しかけてきて、うんうん、わーってなるけど、うん、そうだよ。でジュナからもわざわざ LINE 来たもん、ひなこそう、よりない、寂しい、大丈夫かな、頑張んなきゃね、ね、頑張って、うん、私もなんかみんなが心配だよ、特にひなこでしょ、うんひなこも自分が心配、ひよりがいなくなっちゃって、うん、まあね、そのうち馴染むよ、馴染む、慣れる、慣れる、ひよりがいないことに、うん、寂しいし、慣れたらそれはそれでね、寂しい、うん、じゃあ慣れないわ、ひなこ一生慣れない。あのね、写真集の前の日にね、なんか美顔器欲しくなって、美顔器欲しいって言ってて、なんかまいちゃんとちょうど仕事で会ってたんですよ、その時に。で、美顔器まいちゃん持ってるやついいって、それ真似して買おうと思ったら、まいちゃんが美顔器貸してくれたんですよ。それをごめんなさい、そのくしゃみ入りました。それを、あ、ちょっと話一瞬飛ぶけど、今日のマネージャーさんは、あの、私が雑にこの隠したの、トナカイで隠したの、茶髪のマネージャーさんです。今日はちょっと前髪巻きすぎちゃって、
笑うと大眉になってるのが可愛いです。そうでね、美顔器貸してくれたんですけど、実はね、まあ、写真集撮影終わってからあんまりお仕事で全体仕事がないせいか、まいちゅんとあんま会わなくてまだ返してないんですよ。でママにそれ言ったんですよ。そしたらママがやだまた仮パクって言って、すっごい懐かしいまいちゅんひなこ仮パク騒動、きっとね知らない人もたくさんいるんですけど、昔20何公演してた、あのブルーシアテルに20何公演してたアンダーライブがあって、とっさの時かな、あの時にまいちゅんからファンデーション借りてて、でそれをね仮パクとか家には持って帰ってないから仮パクじゃないとは思うけど、ずっと借りっぱなしで自分のいた楽屋に置きっぱなしにしてたっていう事件があって、じゃんそれを思い出しました。ということで今日ができました。ひなこのね仮装したやつは黒いワンピースにねあるものをかぶったんですよ。そのあるものをね今日ね、あのヒット祈願した時にね、スタッフさんスタイリストの方も来てくれてもらった。さっき見たいですか、写真集のねあの大きいページではね使われないのでね、きっとあきっと今しか見れない。ちょっと持ってくるから待ってて。いてて。てれってれー、なんでしょうか。当ててください。光りすぎちゃってさ、この辺がいいのか。ちょっと。正解はじゃん、猫でした。これはねかぶってハロウィンしてたんです。もう映らない、こういう感じ。これに黒いワンピースでした。未公開カット猫映らない。あ、でもひなこがこうやってかがんだら猫見えるんじゃない？ちょうどつむじ配信じゃなくなったえ、なんで笑っちゃったの固まっちゃったのえ、なに顔この顔が今さらウケるらしくて、この猫のお二方が笑っております。猫しかつってこの顔ひなこ似てると思うんだよね。ふざけすぎな今日。ふざけすぎてる、やばい。愛想疲れちゃう皆さんに。楽しいどうしよう楽しいちょっと恐怖映像かも。やっぱ赤をさ使うと急に怖くなるよね。去年雪降った時にさ雪だるま作ったので、目を毒フードにして口をマッキーペンで描いたんだけど、やっぱ口って赤いけど絵で描く時に口は赤で描かない方がいいと思います。急に怖くなる、すごい怖くなっちゃったから、もう外に出して明日の朝見ようと思ったらもう顔がいい感じに溶けてて、もう呪われちゃうかと思った。やっぱり押して気持ちいいのはね今日なんですよなんか浮き出てきたさあの字がさやっぱりこう綺麗だしさ
っぱ一文字っていうところがね、見せるね、今からこれをここに押すんですけど、ギュッ、ダン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 、今日そこの君のところに今日は行くことでしょうね、今日綺麗でしょ、青が綺麗に出て綺麗なんですよ。だからね、おすすめなのでね、押しててね、くっきりした色で気持ちいいからね、ついついいっぱい押したくなってね、今日のね割合が増えちゃうんですよね。悪気はないですね、私のね気持ちがそうさせるんですよ。こんにちは、僕は今日名付けられたグーって言います。僕はチョキです。いませんこれね、名前つけたのグーとチョキ、でもパーはいないんだ。そしたらね、トリオみたいな名前にするなって言われた、3人目いないのにパーがいないんだ。パー待ってるね、かわいいよね。そう、今日すごいお花くださったファンの方が、みんななんかね、スウェーデンとかね、トナカイとかね、あのマッチ棒を意識したね花とかね、みんな写真集にちなんでお花送ってくださってました。見ましたよ全部。あと何も関係ないクマとかもいた青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。